皆さんこんにちは。エグゾプライマルのプロデューサーを務めるカプコンの清川です。エグゾプライマルは完全新規 IP としてカプコンが制作するオンライン専用のチーム対戦型マッシブアクションです。プレイヤーはロールという役割に特化した最新鋭パワードスーツを身にまとい、圧倒的な量で押し寄せる恐竜災害に立ち向かうことになります。オンラインで5人のチームを組み、相手チームと競いつつ大量に襲来する恐竜を倒していく内容になっており、カプコン作品らしいマッシブなアクションとの組み合わせでより満足度の高い作品としてお届けできるよう開発を進めています。また本作ではキャンペーンモードという形式ではなく、ゲームを遊んでいくことでだんだんと世界の謎が解明されていくようなストーリー展開となっております。そちらもぜひご期待いただければと思います。それでは本作の詳細を平岡ディレクターより説明させていただきます。エグゾプライマルディレクターの平岡です。よろしくお願いします。本作の舞台は西暦2040年という少し未来の地球です。そこでは突如出現する恐竜の群れによって町や人々が襲撃される、恐竜災害というものが世界各地で発生し、人類は危機的状況に陥っていました。そんな中、アイビウス社が開発した新世代 AI リバイアさんによって、恐竜災害が起きる場所を特定する恐竜予報が可能となり、さらに恐竜に対抗するための最新鋭パワードスーツ、エグゾスーツの開発が進められています。プレイヤーはファイターとしての適性試験を受け、エグゾファイターとして人々を恐竜災害から守る戦いに身を投じることになります。本作は5人のプレイヤーが一つのチームとなり、チーム同士で競い合う5人対5人のチーム対戦型マッシブアクションになっています。現代最強のエグゾスーツと歴史上最強の恐竜、この最強対最強をテーマに様々なルールで競い合い、提示されるミッションを先にクリアしたチームが勝利となります。本作には3つの大きな特徴がありますので紹介したいと思います。まずは1つ目の特徴、エグゾスーツについて説明します。本作には様々なスーツが登場し、それぞれにロールという役割があります。スーツのロールは大きく分けると3種類で、豊富な攻撃手段で敵を殲滅するアサルト、敵の攻撃を引きつけチームを守るタンク、味方の回復や敵の弱体化で戦闘しやすい状況を作り出すサポートとなっています。またエグゾスーツはいつでも変更ができます。若干の隙はありますが、戦闘中でもスーツチェンジが可能なので、チーム編成や戦闘の状況に応じてエグゾスーツを使い分ける攻略が楽しめます。2つ目の特徴は恐竜災害です。ティラノサウルスやラプトル、プテラノドンといった歴史上最強の恐竜がボルテックスと呼ばれる次元の裂け目から次々と押し寄せています。一度に何百もの恐竜が出現する絶望的な状況を、エグゾスーツのロールアクションを駆使した仲間との協力プレイでこれに打ち勝つという爽快感、達成感のあるゲーム体験ができるよう開発中です。3つ目の特徴は新世代 AI のリバイアさんです。本作のメインボードとなるディノサバイバルでは、恐竜災害が発生する地域で新世代 AI リバイアさんが提示する多種多様なミッションを相手チームよりも早く達成できれば勝利となります。提示されるミッションはプレイヤーの腕前や状況によって変化するので、プレイするたびに違った体験ができるでしょう。またリバイアさんはプレイヤーが次にやるべきことをボイスでサポートしたり、目的地へのルートを表示してくれたりと、プレイヤーのナビゲートもしてくれるので、初めてでも迷うことなくプレイを楽しめます。エグゾプライマルは2023年の発売を目指し開発中です。コンセプト、システム、グラフィック、すべての面からカプコンの開発スタッフが総力を挙げて制作しています。今後も公式サイトなどで情報を発信していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。引き続きエグゾプライマルをよろしくお願いいたします。